こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちらのフンデルトバッサーといういろんな色が入った毛糸を使って、えっ、ー、と、ネクタイを編んでみようと思います。もうね、この絵からできたこの色がね、いろんなのが入っててかっこいいので、全部が見えるようにしたいなーって思って、なので、あとメンズのニットタイがすごく気になってたんですよ。 ちょっと簡単にね、パパッと編んでみようかなと思います。で今回使うのは3ミリの3号針、アディのユニコーン80センチの輪針と、テライさんのこのユニコーンのマーカーをこうセットで使ってみようと思います。で、このフンデルトバッサー、こんな感じなんですが、これが細いバージョンになってネクタイになるという感じです。で 靴下みたいに今回は編んでみようと思いますがそれ以外にも単色だったら、えー、と靴下みたいに輪にしないで平らにね平編みでえっ、ー、とかのこ編みでこう編んでいけばかっこいいんじゃないかななんて思うし途中で色を変えたら表と裏でこうねあの何右の端と左の端のネクタイねどっちでこう 結ぶかによって色が変わってかっこいいんじゃないかななんて思ったりもしていますが今回はこれで編んでみたいと思いますあこれ外側でしたねじゃあ久しぶりに中から出してみたいと思いますえ親指と人しし指をこうして入れてあ怪しいな中が綺麗じゃないけどあ こっちでうわーすごい赤っぽいスタートになりましたねここがね手に当たってたんですよねこっちかな糸端こうぐしゃってしたのの中にあると思うんですお緑からスタートですねで3号針なのでえー、っと5センチこれは私の編みノートなんですが3号針は えー、ゲージ26目でえー、っと1 0ンチなので半分5センチぐらいの幅にしたいので1313 13中途半端だな15目15目も中途半端だけど15目にしてみようかなと思います輪になってねぷくっとなると思うのででえー、っとターキッシュキャストオンでスタートしたいと思いますがジュィーズマジックキャストオンでもいいしエイトフィギュアっていうやつでもいいと思うし えっと、ワンにしてから最後にね、まつってもいいと思います。ネクタイの下の部分なんで見えないと思うので。これで。タキシキャストンで一、二、三、四、五、六、七、八、九十、十一、十二、十三、十四、十五。二、四、六、五、あ、十五本ありますね。で。ただ、ぐるぐる編むだけです。 長さをどれくらいにしようかなと思ってるんですが、うーんと、ニットタイの長さで検索してちょっと考えてみようかなと思います。細くて長い感じのニットタイがかっこいいんじゃないかなと思っています。靴下よりもね、ネクタイの方がね、目につくと思うので、派手派手なネクタイにしてみようと思います。あら、なんか、あまり幅がなくて気になりますが、 やってみようと思います。で、ここ外して。でね、いつもここ、靴下のここがね、穴開きやすいので、まあネクタイなら開いてもいいんですけど、ここをぐっと引っ張ってちっちゃい目にしてから編むようにしたら開かなくなりました。いつぞやの靴下の悩み解決ライブで、なんか、えっ、ー、と、ねじり増し目じゃなくて、 メイクワンっていうやつでするといいとかってこうあったんですけど、それでも穴が開いてしまったので。何かね、あれですよね、YouTube 見ても私の動画見ても同じようにしても同じようにならないっていうパターンもあると思うので、人によって癖があったりね。だから私はいろんなのを提案していきたいなと思います。全部の技がね、通じない時もあるかもしれませんが、そう、私はこれが一番いいなって思ってるだけで、 他にもね、方法があるなら試してみようかなと思います。ここで一段目。こっちから始まったよってわかるようにつけておきたいと思います。で、靴下と違って増し目もせずに、ただぐるぐるぐると、この色が変わるのを楽しみながらいきたいと思います。ここもね、糸始末もちゃんとしなくっても、どうせ中に入って、ネクタイね、中を見ることはないし、足を入れることもないので、 適当な糸始末でいいと思いますこうやってマジックループでもいいし途中からあのお本針でもいいしミニ輪針でもいいし最初のねこの部分だけできてしまえばあとは楽だと思うのでソックブランケットみたいにぐるぐる編んでいきたいと思いますもしこの幅がね狭すぎるなと思ったらうんもう一回ちょっと目数を 訂正、次のシーンでね訂正したいと思いますが作り方は一緒だと思うので今夜はただぐるぐるこれを編んでいきたいなと思っていますこんな風に色が変わっていくと思いますじゃんこんなに編んできましたで長くなって るとなんかこうねじれるのでこんな風にくるくる巻いてでまた編んだらまたこうくるくる巻いて止めてたのですがこれでもちょっと重いのでえっと実はこのくるくるしなくてもいいなと思ったのでその技から取っていきたいと思いますで えっと、途中からね、この4本針で編んでいます。なんとダイソーさんです。2号。いや、最初ね、3号針でしたので、3号が良かったのですが、持ってないので、4本針でやっています。で、どんな感じかというと、これもね、長くなったら、こう、どっか、こう、なんだ、太ももの上にでもこう置いて、で、この糸はね、ちょっと高い位置の方が、この下の針に引っかからずに、 済むと思うんですがこんな風に編んで、えー、っと10目10目10目にしましまたでここから始まってるっていう分かるようにここにえマーカーをつけておきましたがだんだんこれを移動させてこないとなんと1 5 0ンチ目指して編んでいるので,でこうして。 回しやすい方に回しています。こっちに回しやすいのでこうして、ただそうすると下がぐるんぐるんになってくるので、このマーカーのところに来たら、次マーカーですよね。マーカーのところに来たら、3回に1回だけ反対回しをすると。そんな感じにして、 編んでいますでね私のこの針の当て方が多分逆なんですよ下からこう当てた方がここにね境目ができないって思うんですけど私はねどうもねこう編んできてこう押してこれを取って左手はこうくるっと回してこっちからこうするとなんかこれがすごく邪魔な感じがして編みづらいので こうしていますが、皆さんはやりやすい方で編んでいくといいんじゃないかなと思います。で、これで多分ね、百五十センチになると思うので、ここら辺で終わりにしようかなと思います。コードの操作をせずにぐる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 編んできました。 では、長さを測ってみたいと思います。なんかね、ロングタイプが160センチって書いてたとね、ロングタイプじゃなくて150センチにしてみました。で、えっ、ー、と、ニットなので、もしかしたら伸びていくかもしれないっていうのもあって150センチにしました。で、このね、メジャーもちょうど150センチなので。で、この時にね、もうね、こう、くるっとなっちゃうので、くるっと、 道がこうずれないように引っ張らないようにしてこうやって測るのはちょっと大変でしたまあだいたい適当若干ですがいつもいつもの私らしくあもう少しかないやあらこれ伸ばさないようにしなきゃいけないもんねあとじゃあ あと 2cm くらい10段くらいだから、まあ、9段編んで最後あのメリアス剥ぎをしようかなと思いますあと1段で好みの長さというところまで編んできましたそしたらここの5面をこっちとこっちにこう分けます3本針分けれるかな1 2 3 で2本の針でこう付き合うようにして。メリヤスハギをしてみようと思います。34510個目と10個目になりました。あら、黄色で終わりそうですね。で、メリヤスハギに必要な。長さはこの幅の2.5倍なので12。1 2 3ぐらいにして。切ります。とじ針に。通します。これは糸通し、えー、クロバーさんの糸通しです。もしない場合には、えー、っとウルラボさんという方がペットボトルとかクリアファイルでこの糸通しの作り方を youtube に載せてるので見てみてください。えー、っとまず。 内側側かかから外側にこう出すんじゃななったかないつもよく分かんなくなるんですが <laughs> で奥の方を内側から外側にこう出してで今度は外側から入って外して内側から出るというのを繰り返していきます。外側から入ってここね 奥も外外側側かからら入って外してし内側から出るでこの時にちょっとこう引っ張らない方がいいって言ってたかなちょっと私は締めてしまうのですがここがねメリヤス編み下みたいな形になるぐらいの大きさになるようにちょっと締めます後でねこれを整え直すのが <laughs> 面倒なのでできるだけ1回で終わるようにしていますこのニット帯が難しいところは最初の作り目とこの最後のねメリアスハギのところだけであとはぐる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 編むと。で 靴下一足一日くらいなんですが、これは一日半くらいかな。いや、もうちょっと早くできたかもしれないんですがね。ちょっと集中して編めば靴下と同じくらいかな、なんて思います。で、えっ、ー、と、このね、エキゾチックな踏んでる飛バッサーを使ってね、かっこよくできてね、良かったなと思います。これ靴下にしても絶対楽しいと思うんですけど、 えーとニットタイにすることによってここの幅がね広く出てねそれも面白いんじゃないかなと思いますあら糸が足りるかしらまあ、でも最後までやっていきたいと思います糸がギリギリですが <laughs> できるかやってみようと思いますえっ、ー、と外側から で、外して、内側から出る。三倍くらいにすればよかったかな。あ、三倍にしましたよね。外側から入って、内側から出る。そして。あ。外側から入って、外側から入る。これを。もう切りたくはないので。こうして、針を刺してから。 糸を通すこんな感じでちょっとここが緩かったのかな途中から <laughs> ちっちゃくなってますが <laughs> えーとでこれを中にちょっとこうこんな感じで糸を拾ったりして中をねちょっとくにゃくにゃくにゃっと黄色いところをこう拾ってから糸を通して糸始末を中にしてしまおうと思います。 ちょっとね裁縫が苦手なのがこういうところに出てきますね。でまた最後こんな感じで最後に通った目とこの糸自信を拾ってまた中にくにゃくにゃくにゃと入れてあとはねもう中に入ってくれると思うので。 入れますとということで完成ですですねこれ水通しどうしようかと思ってたんですけど、えー、そうですねこう水通ししてちゃんとこの角,角がね出るようにほら3本針で編んだからちょっとくるくるしていけどこここう出るようにこうピピッピピッとしながら干していきたいなと思います。 ネクタイを着用してみたいいと思います実はねあの制服がネクタイだった私ネクタイをしなれているはずえっ、ー、とちょっとこっちを短くして長い方を2周巻いて中から出してあこのね2周目のここが一番上の結び目になるので 気に入ってる柄のところを出すようにするといいと思いますあれくるっとなっちゃったかな <laughs> 何が制服ね <laughs> ネクタイをねこんな感じであ私これが気に入ってたんだよなこの黄色のところでねこの赤がねレアなので赤が来るたんびにあ,あと何本分編んだらあの150センチになるなみたいな感じで目安でしていました あら、長さがちょっと違うけど男の人だからちょっとあれかなあここ結構太くなりましたねここ細い方がかっこいいかななんて思ったんですがこんな感じのネクタイでーす。ということで今日はニットタイを編んでみました踏んでるとバッサー敵でーす今日も最後までご覧くださりどうもありがとうございました。 また次の動画でお会いしましょう。